現実主義者の人間を熱くさせてくれたのはみんなであるし、このお店だし、出店したいですとかっていう話、野望を持ってね、あの入ってくる子も多いから、その子たちが出すってなった時に全力でサポートしたいし、でそこで出てたやつが成功してくれるのが俺の一つの成功の証でもあると思うから。わあ、ありがとう。何？あ、パック？なんかバタバタして、あの全然話できないってなんて申し訳ないから、早めにあの来たもん。やりづらい。やりづら。ちょっと待ってね。これありがとう。何飲むんですか？ジンジャーエールですか？何ですか？どうぞ。あ、全然いつでも、むしろ早い方が嬉しいです。とりあえずジンジャーエール飲む。ジンジャーエール、はい、うん、あとはとりあえずちょっと飲んだ、いった乾杯するやつだけ。これで、はい、あ、分かる？大丈夫？分かんなかったら聞いて。はい、うん、ありがとうございます。ご飯失礼いたします。そう、それも決めとくから大丈夫です。先輩、こちらご覧ください。あ、水飲みたいの？はいはい。自分でやるのね。はい。何でもいいよ、チャームは。あと、食べるものあるの。はい。なんか、あれ、ケーキみたいなのいらないです。大丈夫です。お酒飲むとき大丈夫です。誕生日だから、はい、と思ってます。ありがとうございます。お気遣いいただきありがとうございます。誕生日だからと思って。あ、それ持ってきますよ。いいよ、大丈夫。珍しいね。俺めっちゃお腹痛いの今。痛いの？痛い、飲みすぎて本当に。で、成長剤をめちゃくちゃ飲んでいる、たくさん。そう。うん。なるほどね。お腹痛いの？元気がない。ただ飲みすぎなだけ。ただの飲みすぎ以外にもいっぱいあるね。痛み原因いっぱいある。はい、ある。伊織さんいるじゃないですか。あ、いや、伊織さん。はい。やめるんですよ。え、マジです。で、ちょっとその話とかでゴタゴタしてて。あ、そう。はい。別の店に行っちゃう。いや、あのホスト自体を上がりたい。ショックがでかいんで。もう接客とかそういうことではない。もうその次元じゃないしね。はい。なるほど。ただの飲みすぎ以外にもいっぱいあるね。痛み原因いっぱいある。いっぱいある、もう本当に。あ、これだけでいいの？いや、後でちょっとまた、もし追加があれば。あ、豆とか大丈夫？あの、また後ほど。もし、しじみの味噌汁飲んだら、じゃあ。え？いや、もうそれ飲んだら終わっちゃうよ。終わっちゃう。もうマジでいらないってなるよ。本日終了しちゃう。本日終了のお知らせ。終了しちゃう。はい。何ですか？あ、誕生日プレゼント。ありがとう。かわいい、これ何？美味しいんだよ。大好きなやつ。カトリーマムみたいな？あ、そう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 。すごっ。まあ、の上位互換みたいなやつ。いい。チョコチップクッキーが。はい、はい、美味しいですよ、これ。ワインと合わせて、あの、成城石井とかに売ってるやつ。なるほど、あのなんかすごいちょっといいめっちゃ冷房きついところにちょっといいところに売ってる売ってるクッキー。光熱費とかね、関係ないが。じゃあ関係ないから。そう、あの、貴族のね、スーパーだから。貴族少々、ね、なんかさ、前ありがとう。前さ、社員旅行その時にさ、ありがとう。なんかさ、いいのすごいね、これ。美味しそうだね。ジュースお酒ちゃんと。いや、ちゃんとお酒ですよ。ジュースじゃないの。はい、ありがとうございます。じゃあベルーポックください。はい、おはようございます。お姉さん、味が好きなんだよね、ベルーポックの方が。ベルーポックってこの値段だったっけ？あ、買い手だったんですよ。さつきくん、円安って言葉知ってる？
あ、ちょっと分かんない。でも、これいつの間に、そっか。記憶持ってたらだけど、ここ来始めた時20だったよ、レベル、僕。まあ、もうそれぐらいだと思う。だったよね。そんなこと言ったら、あれだよ。俺、ハイレム入ったばっかりぐらいの時なんて、小径12とかだったよ。レベルエポック。行きます。バス停まで。332211。緊張してる。おめでとうございます。皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あたがみです。あー、すげえ！マジで？あ、すみません、いつもお世話になっております。ありがとうございます。あの、明日ライブするんで、よかったら。全然、あの、逆に応募してくれてありがとうございます。なんか TikTok ライブを見て、その僕のライブでなんかあの、アクリルスタンドを作ってプレゼントするって企画があったんですけど、それを当てた視聴者の方でした。そう、10名様でしたね。だからすごい貴重な方です。お席チェンジちゃんです。何色があるんでしょうね。白と赤ですね。もうあげよう。何、おたおめ。おお、はい、私が楽しみすぎて言っちゃったやつ。言っちゃったやつね。何をプレゼントするかをもう事前に LINE で教えてくれるっていう。そう、ありがとう、ニコライバーグマン。はい、お花ちょっと覗きました。え、の見たの。あ、横から見える。あ、素敵。あら、素敵よ。これ枯れないやつ。買えないやつです。おい、よき。てい。おお。やった。あら。はい。お、すごい。見て、かわいい。ああ、素敵素敵。すごい。本日、タクミライプロデューサー28歳の。なんだそれ。ベレーポック、初見30万。一撃大将、ありがとうございます。28歳、マイクで言われたんだけど、恥ずかしい。いや、絶対これマスターニヤニヤしながら言ってるよ。いや、ちょっとだけ言ってきますね。これ可愛いね。A チーム、スーパービッグフラッシュの。もしもーし。ありがとう。あ、いらっしゃる？あ、ぜひぜひお待ちしてます。待ってるね。はい。タイム。イベントみたいなのやらないんですよ、バースデーで。あ、僕のイベントはやらないですよ。あの、他のキャストたちが。あの、主役級の子たちがね、いっぱいいるから。で、わざわざ僕があの、出しゃばらなくても他の子たちが、そのお店の営業に関しては盛り上げてくれるんで。そう、高見マイプロデューサーご指名の素敵な作品になり、総額150万円。眩しい。
ありがとうございます。はい。私もありがとうございます。こちらこそ。はい。以上です。以上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 。しびれる。ヘイヘイ。告白。ヘイヘイ。ありがとう。ヘイヘイヘイ。いや面白い本当に。いやあの姫様ありがとうございます、はい、僕が12年ぐらいやってるんですけど、大学出て会社員やってホストとして致命的なぐらいあの現実主義者でまあ今まで本当に12年ね本当に良くも悪くも1円も売りかけは飛ばれたことないんですよ。で、あの基本的にあのもう姫のどうしたいかを最優先で、そこでまあそのやってくれることをありがたく受け止めてっていうスタイルでずっとまあ売ってきた人間だったんですよ。自分がどうしたいかを言わなかった、うん、だけどこの総本店2020の7月からね、ここの箱でやって、で強い仲間たちもいっぱい集まってくれて、でそれでねあのお店の売り上げも毎月1億が当たり前で2億も目指したいっていうレベルまで上がって、その中でねあのこの冷め切った言い方悪いんだけどあの現実主義者の人間を熱くさせてくれたのはみんなであるし、このお店だし、それはみんなのサポートのおかげでもあると思うし、ここから逆に言ったら俺からみんなに何できるかって言ったら出店したいですとかって話、野望を持ってねあの入ってくる子も多いから、その子たちが出すってなった時に全力でサポートしたいし、うん、でそこで出てたやつが成功してくれるのが俺の一つの成功の証でもあると思うから、そこまでが責任だと思ってるからね。っていうことをやっていくと姫に対して同伴もできねえ、アフターもできねえ、お前何ができんねんってプレイヤーとしてっていう話になっていくんだけど、本当にね姫様はね人生をかけて何者かになる瞬間、プロデューサー夜の世界の大手グループのホストクラブグループの頭になりました。その何者かになった俺を理解して応援してくれて、で俺が一番大事にしてる店とかみんなを肯定してくれて、俺がやってることを肯定してくれて、本当にありがとうございます。こういう風な形がで示してくれるのが夜の世界だと思うんだけど、それをねあのたくさん大変なこともあると思うんだけど、ニコニコねしてこういいですよって言ってくれるのは本当に姫しかいないと思うんで、本当にありがとうございます。残りの時間楽しく飲みましょう。よいしょ。オッケー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 、たけしさん先言う、どうだっていいじゃん、そんな歌詞が出てこない、なんだっていいじゃん、そんなことお決まりの強がりはたき愛されるよりも愛したい、マジで傷ついた立ち止まって、そんな僕だけど、イエイエイイエイ、ありがとう、イエ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 イ